大家好，佐藤健です。相遇如此，耐人寻味。いつも来て思うのは、やっぱりこう人が優しい、声をかけていただいて、呼んでいただいてすごい光栄だし嬉しいです。大家好，佐藤健です。本当に想像以上に空港に皆さん集まっていただいて、こう温かく迎えてくれたのですごい嬉しかったです。好きですね。僕季節の変わり目が好きなんですよ。だから冬から春になる時ってこう、まあ、ずっと寒かったのがこう、あ、今日暖かいって思えるような、その風とかその空気の匂いがすごい好きなので、本当最近もまさに3月になって春の匂いを感じれるので、その空気が好きですね。いつも来て思うのは、やっぱりこう人が優しいで、あと今回はまさにの撮影させてもらって思ったのは、皆さん仕事に対してすごく真面目だしストイック、本当にいいものを作りたいっていう思いが伝わってきた。声をかけていただいて、呼んでいただいてすごい光栄だし嬉しいです。で、このこっちの台湾茶、日本であまり出会わないお茶なんですよね。結構普段飲む緑茶の中に紅茶らしいフレーバーみたいなものを感じて、糖分入ってないんだけどちょっとなんか甘みを感じるようなのがすごく、日本でもこういうの飲みたいなと思う。いや本当にさっきも言ったんですけど、すごい美味しいですし、まさにこのこれからの春の季節にぴったりなお茶だと思いますので、ぜひ皆さんも、飲んでください。我是黑松茶十味大眼蓝左丹健，相遇如此，耐人寻味。どうなってんの？我是黑松茶十味代言人佐藤健。